はい、田中90です。この絶対俺はミシックをね、追加したことを伝えるっていう運営のスタイル好きよ。ということで今回ね、おそらくミシック武器が追加されてると思うんですよ。BGM めっちゃやる気あるんだけど。やっぱそうだわ。この派手な演出、AK117 のミシックっすね。めっちゃ噂あったよな。で、実際来たと。ミシックはこういう隕石テーマ多いね。このアスバルのミシックも隕石っしょ。多分宇宙好きなんだろうね。ということで引いてきます。ここまで引きました。これでね、これで武器当たったら勝ちなんだよな。割合的にほぼねえけどな。まあだよねー。ということで全部引いたわ。待って。ミシックだから演出死ぬほど派手なんだけど。やべえな。ここのワインでここまで派手にする、初めて見たわ。やる気満々じゃん。ということで、いろいろと見ていきましょう。まず AK117。デフォルトだとこういうサイトですが、ミシックはこうです。笑っちゃったよ。レッドロットサイトついてんじゃん、やっぱ、ミシックは。もう、お茶目なんだから、運営は。で、スキンはね、やっぱかっこいいね。演出もすげえわ。遠目にしてくるじゃん。もう私はもうやる気のすべてをここに詰めました。もうこの心臓の演出も。待って、こっから剣出てくるの？いや、ミシックか。でもめっちゃ。すごいね、これはもう。普通に100です。で、次はね、DL。これももらえるんですよね。デフォルトの DL がこんな感じ。課金の DL がこんな感じ。特殊サイトだね。サイトがスッキリして見やすくなってる。で、スキンは、まあ、かっこいいっすね。やっぱミシックに付随してるスキンだけあって、こいつ自体はエピックですけど。で、J358。俺は独自サイトじゃねえぞって伝えてるレッドドットサイト好き。これがデフォルトの J358。これがミシック。まあ、大きな変更点はないかな。色が違うぐらい。で、スキンも、うわ、これが一番いいかもな、味方的に。ちっちゃい分なんかいい気する。で、他にもこの刀をもらえたり、これもね、かっこいいんすよね。やっぱ、今回共通テーマがいいんでしょうね。ナイフをもらえたり、バッテリーナイフっすね。これもかっこいいと。このエモーション、一番合ってるかもな、これ。このスキンに。ということで、サイトとか全部紹介し終わりました。忘れてた。スキンを紹介してませんでした。いくよー。これ男なの女なのどっちな？今回のスキン男か女かわかんねえよな。多分イケメンの男かなって感じはするけどね。ということでスキンも紹介し終えたので今回110使ってっか。で、カスタマイズはこんな感じにしました。タクサップ外してー、これだけ出せー、デフォルトルックねー。ということで装備はこんな感じです。どうぞ。これ買う人多いだろうねって思ったらもういたわ、相手。相手いた。やっぱね、AKN の。このスキン持ってて、あ、このスキン目当ての人ってのもいるんだね。多分一発目で当たって嬉しかったんかな。すごいね。それか一発だけこれだけ当たったかっていう。かな。さすがに117目当てだと思うんだよな。今回のやつは。OK？ めっちゃ見やすいし、117って基本見やすいからね。見やすいね、武器がね。ミシックで出ると、それはね、もっと見やすく。いや、反動なんか緩やかな感じするわ、これ使うと。なんかすげえ、まあ、117もともとないんだけど、さらにマイルドになってる感じがしなくもないようなないゲーミング。OK、これで。おい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 、核出ちゃうんですか？やっぱ言うのやめるね。ここのね、OK。いやー、今死んでねえか。でも上から撃たれてると思ってないと思うんだよ、これ。OK？で、これでバレたからもう見ない。A 取ろ、A 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 取ろ。OK？ これやっての、おいおいおい、ボコっちゃうね。やばーい、しるしる助けて。 OK？ これ来い。これやって、来る？これ来る？おい、強っ。おもんな。ねえねえ、運営、今さ、ミシックで楽しんでるところだよ。なのにさ、後ろからクソバキでさ、殺されてさ、各妨害された俺の気持ち考えてみ。俺、今の立場でね、俺悪くない。俺はお前のことを信じてたんだよ。後ろからね、枠みたいな、そんなクソみたいなリスポーンしないって。お前を信じてたんだよ。
それを裏切られた。俺許せない。だから一生ネチネチ陰キャするわ。ね、発信しねえよ。おい、なんだこの見えない壁は。ね、見えない壁やめて。おい、マジで見えない壁やめろ。なんで空中に見えない壁があるんだよ。これで、ここはベルリンか？昔の見えない壁があるとか。まあ、俺に任せてください。この、1スケ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 、アナイアレーターでボコってやりますよ。おら、敵がいねえぞ。お前しか俺は見つけなかったぞ。穴いらしたのにお前しか。もういまあ、117がもうアナイアレーターみたいなもんだから、これやっての来るでしょ。おい、ボコっちまってるな。ほんと若くあったけど、妨害されたけどね。マジで下がるわ。絶対隠れたら、ほんとに裏湧きしなかったら。なんで裏で湧くようになったの。これ、アップデートでリス悪くなってる説、俺提唱してるんだよな、結構。アップデでまたリス悪くなってね。まあドミネ言うほどなんだけど、ハーポがやべえかな。俺ハーポでリスキルの王様って今言われてる。危なー、見えねえよー、見えねえよー。この逆に見えないのはこうでそしたねえと思ったけど、もう勝ちたくてLK24これあります。最初は見なかったLK24、だんだんね勝ちたいと思うがあまりにみんな使ってるからね。悪くない、全力ぶつけてこい。これをやって、いや今やれんの強すぎだろ。強すぎるよー、強すぎるよ。いなかった、いない。あれ、ナイスシードリ。これもやれない、また LK24 だよ。裏でこいつかわいすぎるだろ。同情するけど拠点はやらねえよ。今日同情するけど拠点はやらないね。うわ、アドバンス UAV 出ちゃってる。やりたい放題 UAV。このアドバンス UAV マジでさ、やべえよな。おい、この絵、なんでこんなにさ、勝ってる側を優遇したいんだよ。普通、負けてる側に最近のゲームワンチャンあげようみたいな。このゲーム慈悲ないよね。勝ってる奴が勝ち続けるっていう。資本主義の権限みたいなゲームだよ、これ。これ、資本主義の権限みたいなゲーム、オッケーやっての。これ取れるんだよね。オッケー。あ、これ無理だ。無理無理無理。一人じゃ取りたくなーい。一人じゃ取りたくなーい。これで。まあ、いいでしょ、これ。100冊いてるから、ぶっちゃけ拠点取らなくてもいいんだよね。正直。なんか変に拠点取って負けるよりも、この1差をひたすら続けてった方が俺にとっては有利って。おもんなー、おもんない。ミシック使って、お前グラビティボルテックスガン撃たれる時の俺の気持ち考えてみ。何も面白くないよ。そういう人の気持ちを考えるように国語をやるんじゃないか。国語の教科書にはミシックに対してボルテックスガン撃っちゃいけないって書いてあったよ。オッケーやって、こっちだ。オッケー勝負しようぜ。これ勝って、多分来るっしょ。来ない。いや、これ来るね。うわ、またこいつらもう常に位置バレてるだろう。相手がかわいそすぎる。常に位置バレてます。あー、バレ、ごめんね。位置が分かってることすら分かってるな。俺らは君らが位置が分かってることが分かってるぞ。これで上にいるね。君らの位置はもう丸見えだ。ここまで出て角出ねえのか俺。これ上か。おいおいおい、上にいることは分かってる、ボーイたち。あ、これ横だね。これどこだ。オッケーや、またアドバンスエブレンの。え、どんだけお前ら強いんだよ。お前ら強すぎるだろ。これ角あるわ。え、こいつらで角出さなかったらもう一生角出ない。オッケー、これで UAV 出して行くぞ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 。これで、これミシックの得点ってマジですか。オッケーやっての、いやー、ミシックの得点だったのに。強い味方っていうミシックの得点が消えちゃった。オッケー、まあいいや、ちょっと腹、いや、これ角あったな、もったいねえ。こんなにもう当たり SS レア5万、神方ミシック味方だったのに、もう運が悪いね。運が悪くはないんだけど、実力が足りないね、まだ。ってことで117自体はクソ強いからね、正直。味方が強すぎてね、もう訳わかんねえって感じ。アドバンス UAV 3回出る試合なんて初めて見たね。核よりレア。ということで、今回 AK117 使ってきましたが、クソ強い、最強でした。でも味方が最強だったんで、こいつ自身が強かったのかは正直よくわかんないですが、普通に強い、勝ったんで強いでしょう。相手もね、LK24 いたんで、普通に。ということで、もう117強いっす。この、やっぱ、中田球場3位ですけど、強いっす。味方の117に負けてますけど、スコアで強いっす。ということで、AK117 のミシックグリームエンドは強かったです。お疲れ様でした。おっつ。ミシックのさ、この露骨な見やすいサイト、ほんと好き。
デフォルトレッドドットサイトシリーズな。